皆さんこんばんは。どうも。ピチピチですよ。すみません、よくわかりません。ゲームをしています。ウェブ検索でこちらが見つかりました。自己紹介してください。残念ながらそれはできません。名前は何ですか？私の名前はシリです。もうご存知かと思っていました。あなたは今日のゲストです。なるほど。結婚してください。私のエンドユーザー向け使用許諾契約には結婚は含まれていません。ご了承ください。歌ってください。歌ですね、わかりました。色は尿エドチリヌルオ、我がよったれぞつねならん、ういの奥山今日越えて、朝木夢道料理もせず。ということで今日のゲストは、シリタンでした。ほほー、ここまでやってきたとは、お前押したつもりなかったの、押しちゃった。その様子では、どうやらわしの一番の方で、ラマダを、一つ目のあれね。わしの苦労の甲斐もなく、伝説の勇者などというたわけ者も生まれたらしい。ここまでは神の筋書き通りというイブールは一体何なん？しかしそれもこれもこれでここでおしまいじゃ。これより先の歴史はこのわしが作ってやろう。マジ？そんなんやったサンタさん連れてきたのに、ワニや。指長いな、私指長い人好きなんですよね。でもちょっとこれはキモいかな。さあ、どうしよう。魔法来て、スラリンに打っとく。で、何打ってくるか分かれへんか、とりあえずフバーハ打って。で、バイキルト。スカラ。スクルト。そっかそっかそっか。じゃあ攻撃で20。なにそれ、輝く息とかさ。だってフバーは炎とか防ぐんやろ。で氷防ぐんは何になるん。ちょっと待って、もう一回見る。魔法トーン先作るとしとこうか、一応。で、呪文じゃなくて、攻撃でもなくて、もう、祝福を打ちまくっとくしかないやろ。うん。うい！おー。倍切るといいね。で、たっくんの、ベホマ、キューちゃん倍切るとで、たっくんの方もやって、さっきスラリンにしとこうか。今んとこスラリン攻撃しか手段ないから。うん。もう。そういうのするんや。いてつく波動とか。マジか。じゃあ、正々堂々と戦う？で、キューちゃんは祝福の杖を打ちまくるしかないだろ？はい。うん。お、魔法カンタ撃ってきやがったな。じゃあもう普通に攻撃するしかねえじゃん。キューちゃん。スラリンはこれでヒットポイント満タンなはず。お、こいつ守りもするんや。案外あれね、なんていうか。じゃあマグマの杖。イオナズン、上。杖。なんでテクターの時だけさ、あんな後ろにのけとるん。祝福の杖、攻撃。はん、あ、はん、あ、はん、あ。
あ、もうそれやめてよ。うわ、もう、とりあえずザオラルで、ベホンまで、祝福、するしかないっしょ。よし、いいぞ、いいぞ。生き返れよ。ザオラル、たっくんが、ベホン、まあ、祝福、防御でもよかったかな。よし、オッケー。うわ、ギリジョン。ギリジョンスラリンが耐えたけど、タックン、道具ちゃうし。あれ、攻撃で、こっちでしょう。今、誰選んだ？タックンで、祝福の杖で、間違えたもん。あかん、落ち着いて。で、スラリンを見守っといて。よし。よくないけど。で、ベホマ。ここでいい。で、ベホマ。ここでいい。で、祝福、ここでよくて、防御。うん、大丈夫。戦う攻撃、祝福。で、スラリンにはまだ身を守ってもらう。よし。あはー。安定しないなー。なんか私攻撃呪文全然使ってないんやけど、まあ、一回魔法カンタ打ってるしね。こんな感じ。そろそろもう一回バイキルト打ってみる？時々打つか。こんだけ MP あるし。よし。うん。ウィー。どうだ？みんな耐えてよ。よし。よし。ベホマ、ここかな？祝福の杖でスラリンは防御。よし。ベホマ、祝福で防御。よし。よしかな。戦う、祝福。なんかええ道具持ってへん。はい、戦う。はぁ、あ。うん、オッケー。戦う。ここで、もう一回テクターにバイキルトを打って攻撃だ。で、こうなるから、攻撃で。うん、で、ヒットポイントが削られたから、テクターはとりあえず戦っといて、タックンのベホまでテクターでしょ？キューちゃんの祝福で、変更。テクタンが一番遅いから、ベホマを、
パックンにして、タックンのベホマをテクタンにして、キューちゃんの祝福をスラリにして、スラリの防御オッケー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 。で、テクタン戦うの、タックンも戦う、キューちゃんは祝福、フラリンは防御。よし。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。はい、戦う。とりあえず祝福でキューちゃんやっといて、フラリンはまだ防御。いいよいいよ。いよいよテクタン戦う、タックンでベホ、ついに足りなくなったか。キューちゃんの祝福、タックンを主戦力にして、テクタン回復役、ベホマ、タックン攻撃、キューちゃん祝福で自分して、スラリン防御。スラリンの意味がないぞ今。で、呪文で、ベホマで、ベホマいるかな？よし。で、タックン攻撃、キューちゃん、祝福で、そろそろスラリン攻撃行こうか。よし。で、輝く息。で、テクタンがベホマ自分に打って、タックン、ちょっと、ベホ意味にしとこう。で、キューちゃん祝福を自分に打って、スラリンはちょっとごめん、防御。そこならいい。で、テクタンの、ベホマで、タックンの方回復し、タックン攻撃して、キューちゃんが祝福の末で、スラリンが防御。イオナズン、テクタン攻撃、タックン攻撃、キューちゃん祝福、スラリン防御。よし、長い。テクタン、これベホマラほんま欲しいんやけど。タックンが回復できひんっていうのはちょっときついな。で、キューちゃんの祝福でちょっと自分しといて、スラリン防御。よし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 。で、タックン祝福でスラリンまだ防御ね。わー、テクタンはベホマをキューちゃんに打ちます。タックンは攻撃をします。祝福をスラリンに打ちます。スラリンは攻撃します。なんか踊ってるみたいね、あれ。なんかテクタン攻撃、タックン攻撃、祝福、攻撃。バイキルと打つ暇もね。そろそろ良くない？戦い始めて14分経ちましたで。もうそろそろいいやろ。でも、イブール様は結構なボスなんよな。そっか、結構なボスか。じゃあ、エルフの飲み薬使ってよくね？今更かーいって感じやけどね。これがあればちょっと回復使っても大丈夫やろう。まだちょっとベホマもったいないかな。攻撃、祝福、ちょっと防御。お、いいね。なんや、死なんのかーい。で、ここで、攻撃の、ベ、ホーマ、祝福で攻撃。
バイキルトを使いたい。イオナ軍。攻撃。ベーホーマー。ちょっとバイキルト打っとくか。で、防御しといてもらおう。その方が攻撃は、うん。いいでしょう。輝く息。ういてってって。ねえ。ザオラル。聞いて、よし。攻撃。で、ここでベホマを、スラリに打っといて、祝福で、タックンにして、これでどうだ。ああ、耐えて耐えて無理か。よーし、じゃあ、ザオラルをスラリンにかけて、タックン攻撃して、キューちゃん。ああ、タックンベホマ撃っとくか。誰に？キューちゃんでしょ。あれ？ちょっと待って、どうした？ザオラルの、ベホマをキューちゃんに撃って、祝福をヘクターに撃っとけばいいでしょ。よし。オッケー。攻撃、攻撃。祝福攻撃大。うんうん、よし大丈夫。よし、おー、期待てつくハード。これまだ祝福じゃない。違う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 、バイキルト。頑張ってると思うんやけどな。よし。で、戦う。祝福で戦う。うん。おー、凍てつく波動。ほいほい。祝福を自分で撃ってと。おい！やったー！おめでとう！私頑張った21,000円。消費税 10%、5% の時代。たっくん、みそじ、おめでとう。うーい。ベホマ、ベホマら覚えたやん。あと1で覚えるんやったんか。これで、ほほい。あー、よかった。ちゃんと私、一発で倒せましたよ。褒めてください。あ、そっかそっか、馬車の子ら呼び出すことできるんか。でもさ、呼び出さんといけたで。すごくない？ちょっと褒めてください。あとね、あと、なんでもないです。なんでもないです。やった、ちょっと喉乾いたんで、職場から、冷蔵庫から取ってきたサントリーのウーロン茶飲みます。ザイル。使ってないけどね、ごめんね。でもレベルだけは上がってしまった。あとにも先にももう使うことがないかもしれない、ザイル君。しかしレベルだけはどんどん上がっていく。あー、サンチョさん、もったいないことしたな。盗賊の花、何それ。ザイル盗賊か、なんか悪者っぽそうな感じするけどさ。どんだけ上がるねん。もうええからさ。これ一気に上がってくれへんかな。1から100まで上がったよーみたいな。もう、めんどくさい。
なんか違う話でもしとこうか。そうそうそう、最近ね、パズドラとね、モンストずっとやってて、うん、面白いね。パズドラはランク60ぐらいまで行ったよ。結構頑張ってる。あ、1000円安っ。お金は持ってないワニ。これがこうなることが運命だったというのか、はっはっは、私に巻き上がって。すべては我らの神、大魔王、ミルロラ様の予言通り。テクタンよ、お前の母は暗黒の魔界ミルロラ様の元にいる。母を助けたくば魔界に行くがよい。しかしそこで、お前と、その一族は滅びることになるのだ。今このわしが魔界への道へ通じさせてやろう。大魔王ミルロラスよ、このわしに最後の力を与えたまえ。だってさ。え、アホや。アホや。しかし何も起こらなかった。そんな、バカな。あ、ゲマちゃん。ほうほうほう。え、これゲマと戦おうとかやめてよ、今から。む、お前はゲマ。わしに対してその口の利き方は何だ、友達？おや、まだ分かってないようですね。あなたは、ただ形だけの教祖として人間たちを集めるお仕事。教祖って、こいつのことか人かと思ったと、しかしその役目もうおしまいでしょう。ゲマは中間管理職？ぎょへー！ちょっとかわいそう。よかったよかった、戦わんで済んだ。あ、指輪や。何命のリリングって。あ、手紙のテーマ。はぁ、あ、はぁ、あ、強かったね。めっちゃ強かった。ブーやん、マシンちゃん。それにしてもゲマまで出てきていろんなことが同時に起こったから頭が混乱しているよ。ねえ、お父さん、その指拾ったよね。なんなの、すごく光ってるよ。ゲマ大嫌い。次は絶対つけてやるの。ピキキー。指輪調べようか。歩くごとに、おお。え、身につけられる。あ、身につけた人が？あ、でも今満タンか。これどうしたらいい？リレミト使えるもん。え、もうちょっとこの部屋探索しといた方がいい？だってあの道もう一回戻るん嫌やで。これ命のリングをあのビアンカちゃんの像のとこに持っていたらビアンカちゃんが元に戻るとかそういうことない？あ、お、そうなんや。魔物さんおらへんのや。じゃあ、あれ？あら、あらら？え、上がれへん。え？上がれた。とりあえず、なんか、面白いのが見つかったら、面白いというか、宝箱とか見つかったら、乗せるけど、とりあえず出口あたりまでカットします。お？何事？テクタン、テクタン。あて、おお！聞こえる、聞こえる。あ、私の、母の声が、マーサーは、一応意識はずっとあったん。え、指輪の中にいるの？もしかして、てことは大きくなったお前の姿をこの母はどんなに見たいことでしょう。そうなん？ああ、そういうことね。うん。それはあかんやろ。お？なんと石像の周りが優しい光が包んでいる。ということで、え、ちょっとなんか、ぶち切った形になりましたけど、一旦ちょっと、もののけが帰ってきたので、切りました。その後、寝てしまいました。なのでちょっとプレイ時間が増えてるかも。2時間ぐらい寝ちゃった。おお。やっと、若妻でーす。ここはどこかしら？
そう、ビアンカちゃん来たことないもんな。私ったら今まで何を？あら、あなたたちは。なんと、あ、ビアンカは石像。石像はビアンカだった。10年の月と年月を経て、まさにビアンカが蘇って10年前か。超若妻やん。20歳過ぎぐらいやのに、6歳ぐらいの子供がいる。そう、私たら10年も石にされてたのね。あ、覚えてるのや。テクタン、助けてくれてどうもありがとう。それから、タックン、キューちゃん。今までほっといて本当にごめんね。それはしゃあないよ。あ、かわいい。お母たん、お母たん。え、かわいい。あ、誰？おじろん王が、おじろん王じゃない。おじろん王はもう終わったよ。おじろん様ご呼びです。おろおろおじろんのとこに会いに行こう。お母さん、かわいい。こんなに綺麗な人だったなんて。お父さんも結構隅に置けないわね。いや、気にせずに行ってきてもいいよよ。ほんまに？戻ってきたらおらへんとかっていうフラグじゃねえ、なかろうね。ねえ、おばちゃん。たっくん様も、きゅうちゃん様も、どんなにかお母さんに会いたかったことか。私までのみ、いい人や。誰かよう分からへんけど。ビアンカ王妃様が戻られて、国中の者は喜んでます。おめでとうございます。また宴するん。宴はフラグやからせんで。おお、テクタンを。親子ミズレズのところをお呼び出して本当に申し訳ないのじゃが。もう。テクタンは、そう、行く。なりませんぞ。命のリンクからのマーサ様の言葉。人づてに、どうやって、なんで、どうかマーサ様心情考えを改めますように。ダメ？じゃあ、いいえって言ってみる。王様やから、まあ、家おらなあかんのあかんの、どこにも行かないでください。好きな？うちのこと好きな？そんなこと言われてもたんやけど、ちょっとビアンカちゃんどうする？ビアンカちゃんだけで行ってくる？あら、なんか おばちゃんに部屋入ってる。私は何も言わないわ。うん。お！4人で行こうよ。家族4人で。お父さん伝説の石で僕のことな、あ。じゃ、テクタンはお留守番ね。おばあちゃんになるならね、うん。うん、僕だって会いたいよ。お母さんに会ったことないし。え、行こうよ。ねえ。え、ついてきてよ。ついてきてくれへんかった。目がシパシパする。あ、もういいから。じゃあまあ、とりあえず、連れて、どうやって連れて行くかよくわからへん。けど、多分もうちょっと話聞かなあかんのやろね。あ、サンチョさんとか。あれ？サンチョさんはでも今、酒場で酒飲んどるやろ？多分。だから、とりあえず今日はセーブして終わろうと思います。ね。まあまあ。な、どう思う？ビアンカ王妃様が10年ぶり、うん。おぉ、そうか。迷える子羊よ。ということで、今日は、パート52、結構長くなってきたね。もうほんま終盤やろ。あと10回ぐらいで終わるかな。10回もせえへんかな。うわぁ。早いもんじゃ。ここでいいね。うん。じゃあセーブして、終わりたいと思います。
ご視聴していただき、ありがとうございました。はい、いいえ。お疲れ様でした。